ウルグアイ空軍のフェアチャイルド FH-227FH-227 とはオランダで生産されていたホッカー F27 総発ターボプロップ旅客機をアメリカ合衆国のフェアチャイルドがライセンス契約し1958年から生産が開始されたフェアチャイルド F-27 を元にして同社が独自に改良した旅客機である。 1972年に撮影された、ピードモント航空のフェアチャイルド FH-227 フェアチャイルドによるライセンス生産の元になった F27 フレンドシップは、第二次世界大戦後に大量に導入されたダグラス DC-3 の買い替え需要を見越して、生産されたターボプロップ創発機の中でも最も成功した機体であった。フェアチャイルドは、 フレンドシップ原型機が初飛行した1957年にフォッカーとの間でアメリカ合衆国でライセンス生産を行う契約を締結した。フェアチャイルド組み立ての F-27 フレンドシップは1958年9月に初飛行したが路線就航はフォッカー製造機より早かった。また機体もフォッカーのフレンドシップ初期生産型と異なっており機種部分が長かった。 またフェアチャイルドは、機体全長を延長し、搭乗定員を増加した派生型 FH-227 を開発した。1973年までに F-27 と FH-227 は、合計206機がアメリカで製造された。フェアチャイルドでは、F、F-27 をアメリカ空海軍向けに C-138 として売り込んでいたが、 採用されなかった。しかし後にアメリカ海軍が中古の F-27A1 機を80年頃から96年までパタクセントリバー基地を拠点に運用した。この機体に国防省による正式な名称はないが非公式に UC-27 と呼ばれる。またウルグアイ、ペルー、ミャンマーなどの空軍も FH-227 を運用した。 FH-227 は1972年10月13日にアンデス山脈で発生した悲劇的な事故でも知られる。ありがとうございます。